はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日はね、寝返りについてのお話をしていこうかなと思います。僕はね、姿勢改善をテーマに、普段パーソナルトレーニングで指導させていただいているんですけれども、実はね、寝返りっていうのも姿勢と、関わってきてるっていう、話があります。これは、僕も実は知り合いのトレーナー仲間からね、教えてもらって、そうなんだと思ったことなんですけれども、実はね、寝返りを打つのは姿勢を正そうとしているらしいんですね。寝ている時に全身の力が抜けて、こうストンとリラックスしますよね。で、寝返りを打つことで、体の日常生活でこう歪んでしまった部分を修正しようと思って寝返りを打ってるっていうことらしいんですよね。寝るっていうことでね、重力から解放されて、体がフリーになるわけですよね。それで寝返りを打つことで、姿勢を調整して、歪みを正して、体をリセットして、次の日に備えるという感じを体が勝手にやってるわけですね。なので、まあ、布団は、柔らかいものより硬めの方がいいというふうに言われてます。柔らかいと、寝てる場所が安定してないので、寝返りを打とうとするとね、どうしても無駄な力が入って疲れてしまうんですね。なので硬めのところに寝ていただいて、自然に寝返りを打った方が、翌日の朝、まあ、すっきりね起きて、体がリセットされてるっていう状態が作り出せるそうです。まあ、ベッドもね、ふかふかしててすごく気持ちいいんで、布団かけた時にね、なんかふかふかしててすごく気持ちいいんですけど、布団を引いて少し固めのところで寝るっていうのもね、一ついいかなと思います。骨が当たって、まあ、痛い方とかもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それがね、緩和できるぐらいの硬さで、布団を引いて、寝るといいのかなと思いますので、ぜひぜひね、ふかふかにしすぎてるなっていう方がいらっしゃったら、少し固めのね、布団で寝ていただくと、自然に寝返りが打てて、歪みが改善されるかもしれませんね。はい、ということでね、本日はトーク会になりましたが、ぜひぜひね、布団の寝ている環境、考えてみるといいんじゃないかなと思います。寝返りもね、重要な姿勢をリセットするための行為だということを今日はお話しさせていただきました。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。